こんにちは、こんばんは、マリサだぜ。霊夢ちゃんだよ。今回は私がプレイすることになったんだが。なぜだ。さすがにマリサも出してあげないとね。かわいそうでしょ。なんだお前。嘘。ただ別動画を撮ってからスキンを変えてなかっただけ。要するに、変えるのがめんどくさかったってことね。うぷ主ふざけんな。たまには私にも休息をちょうだいよ。なに、マリサはブラック企業のお偉いさんですか？なんでだよ。はぁ、なんで本題前にこんな雑談がいつも入るんだよ。そりゃ、動画の尺を伸ばすためでしょ。見事にハモったな。なんだお前ら。霊夢ちゃんだけど。いやわかってるよ。ああもう、いい加減本題に入るぜ。で、今回は一体何のネタモッドで遊ぶのかというと、前回のパート3のコメントに、ノンストップモッドで遊んでもらえますか？というコメントがあり、何それ面白そう。という好奇心に駆られ、今回はこのモッドで遊ぼうと思うぜ。クラフトするのもやっとって書かれてるわね。そうなんだよ。実際どんなモッドなのか調べてみた結果、その場に5秒ほど止まってると死んでしまうモッドだそうで。何そのモッド。まあ、簡単に言えば、マグロになれって感じじゃないか。ああ、マグロって泳ぎ続けないと死ぬらしいからね。そういうこと。だからジャンプするか歩き続けるかしないといけないんだよ。もしその場で5秒以上止まってると。やばい、私すごい。さすが霊夢ちゃん。ダイヤが、ゴミのようだ。ダイヤを集めすぎておかしくなった人や。私、経験値やばすぎ。今の私を倒せる奴は誰もいない。誰も私を止めることはできないんだ。経験値が集まりすぎて、えげつないことになってる人でも、たちまちこのハチマキを装着すれば。え、なになに、なんだこの音は、怖いんだけど。え、このように死んでしまいます。そして、持っていたものがすべて消えます。私のダイヤ。イメージ映像が私っていうのが少しいけすかないけど、それは置いといて、縛りプレイには持ってこいね。マインクラフトが一気に鬼畜ゲーになるけどな。いいじゃない別に。やってる方も見てる方もドキドキで、見てる方はわからないがやってる方はきつそうだな。あ、それを私は今からやるのか。まあ、頑張ってちょうだい。私は傍観者気分で見とくから。おいこら、参加しろ。まあ、霊夢はほっといて、早速、ノンストップハチマキをクラフトしようと思うぜ。では、材料となる土1個を準備。準備しましょう。ねえ、さっきの何？さっきの何よ。私は何も知らない。いや、そして、この土を作業台に置くぜ。そうするとノンストップハチマキの完成だぜ。ちなみに、土はどこに置いても大丈夫だぜ。クラフトしたノンストップハチマキは、頭に装着させることができるぜ。では、これをつけてあることをしたいと思うぜ。なんで死ぬのよ。さて、下山してある草原に来ました。これから、一体何をするかというと、ノンストップハチマキを装備しながら、2階建ての家を建設したいと思います。え、想像してたのよりやることしょぼい。いやだってやることと言ったらそれくらいしかないだろ。戦闘するって言っても大体動いてるからあまり意味ないし。それに比べ、建設は繊細な作業が必要になってくるわけで。だから建設なのね。自分の考える中ではまだマシなものだと思ったんだけどな。まあ、私は口を出さない。だって、傍観者だもの。もうどうでもいいです、はい。ちなみに建設する建物は、縦横10マス、1つの階につき高さ4マスの2階建てです。案外小さな家を建設するのね。さすがに縦横1000マスの家とかは建てられないだろ。時間動向の問題より、精神的な問題が出てくるわ。誰もそこまで言ってないのだけれど。材料は多くの原木350個です。今回は多くの原木縛りで建設したいと思います。時間縛りとか多くの原木縛りとか、なんなの？どんだけ縛られたいの？その言い方だと凄まじいほどに意味深なのだが。まあ、さほど深い意味はないぞ。ただ偶然と偶然が重なってそうなったわけだし。じゃ早速装備します。なんで走りながらなのよ。止まっちゃいけないという思いだけで私は動いてる。以後、お見苦しいシーンが続きます。ご注意ください。じゃ原木を木材にするぞ。マリサ、3秒よ3秒。気をつけなさいよ。くっそー、タイミングがつかめない。カウントダウンの音がすごい恐怖。原木を取るだけでも苦労って、始まって早々だが疲れた。焦ってるって感じがすごいわね。見てるこっちとしては楽しいわよ。くっそ、腹立つなお前。ゆっくり実況なのに全然ゆっくりじゃないって。何この矛盾。タイミングがつかめずずっとジャンプしてる感じね。どこかの某民族ですか？うるせえよ。こっちは集中してるの、邪魔するな。くっそ、原木置くだけじゃ木材にクラフトされないのか。3秒怖い。やっとクラフトできた。さて早速建設していきます。2倍速かつ映像ブレによる酔いに注意してください。凄まじいほどに見苦しいわね。よし、ちょっと雑談でもしましょう。お前様は何を言ってらっしゃるのですか？お前、これゲーム実況だぞ。ゆっくり茶番とかなんかそういうのとは違うんだぞ。いやだってしょうがないじゃない。そうでもしないと私が酔いそうだし、それが雑談という結論に至る理由がそこまでピンとこないのだが。まあいいか。じゃ早速なのだが、うぷ主、どうして先月動画を上げなかったんだ？え、強敵自分。そこは普通霊夢じゃないの？うるさい、さっさと理由を述べろ。二人が借りとかひどくない？まあいいけど、ね、
一応動画は作ってたんだよ。え、じゃあなんであげなかったんだよ。動画を作ってるうちに、なんか違うなぁ、っていう感じになって、前半12分くらいのを作ってエンコードせずにまだパソコンの中で眠ってる。でも本当は？ごめんなさい、つい最近買ったグラセフをずっとしてました。おま、ふざけんな。だって楽しいんだもん。車運転するの。なんでドライブだけなんだよ。もともとグラセフの購入目的がドライブだからね。グランツーリスも買えよ。私はただ街中を車でドライブしたいだけなのだよ。てかプレステ持ってないし。あ、そういえばつい最近強盗始めました。なんだその冷やし中華始めました的な感じの言い方は。これ手に入るお金すごく少ないんだよね。手配度つくし。日本円に換算すると結構な金額になるんだけどな。なので、強盗ミッション始めました。だからなんなんだよその言い方。これがまた、レートと報酬が高い高い。レースばっかしてる場合じゃないよ。気づけば100回レースしてたよ。それで勝ったの3回だけだよ。なんだよ100分の3って。雑魚じゃん。ただの雑魚じゃん。それでさ、雑魚。誰もその呼び方了承してないからね。喋る作りたいのに木の棒が作れないのだが。止まるたびに寿命が3秒になる恐怖のせいで。頑張って。自分は傍観者気分で見とくから。それ私のネタ。ネタって言ったぞい。やっとできた。とりあえず床は1ブロック分掘って木材を並べておくぜ。ハーフブロックにすればいいのに、自ら危ない橋を渡るようなことを私はわざわざしない主義なもので、次は、2階に上がるための階段ブロックをクラフトするぜ。あ。うわあ、とうとうやってしまったー。自ら危ない橋を渡るようなことはしないとか言ってたくせに、自ら歩み寄って死んだよこの人。うん、傑作だなこれ。うるせえよ。仕方ないだろ、2階に上がるためには階段ブロックがないとダメだし、そこは妥協して木材ブロックで階段作ればいいんじゃないの。私は妥協を許さない主義だ。マリサ、案外面倒くさい性格ね。奇遇だな、我ながらそう思うよ。というわけで、死んでしまったわけなのだが、もう1回チャンスをください。あのままでは終われないんです。私の気が済まないんです。え、いいって？ありがとうございます。おいこら何勝手に進めてるの。というわけで建設再開だー。おいしかとするな。というわけでもう一度ダッシュで装着。原木が消えたのでそこら辺の森から木を伐採して集めた原木を木材へクラフト。何度階段ブロックをクラフトしようとしても焦りすぎてこうなりイライラしつつもなんとか階段ブロック完成。やっと2階の建設ができる。はしごじゃダメなの？はしごとか階段より難易度高すぎだろ。焦りに焦ってまた死ぬわ。2階の床を張りたいのだが。階段の位置を適当にしすぎて道が狭いわ。妥協しない主義はどこへ行った？くっそ、また階段を作らないといけないのか。だがしかし、私は成長した。さすが私。さすが私とか私のじゃん。絶対私のじゃん。大丈夫、定着していない。だから問題ない。なんてこったい。ブロックを置くときは全然大丈夫なのだが、クラフトするときはドキドキするな。ドキドキするといえば、ホラーゲームしたいわね。プレステっていうかテレビゲーム自体今現在持ってないからな。携帯型ゲーム機でやるって言っても映像を出力するようなものがついたやつ持ってないし。ほら、あの偽とロケプチャー。あれ高いんだよな。というわけで結果的にパソコンゲームってことになるんだが、いまいちフリーゲームって何をすればいいのかわからないんだよな。青に仕様にも結構みんな実況やっちゃってるから新鮮味というものがないだろうし。そうなのよね。ホラーゲーム自体結構実況されてるのよね。だからウプ主はゲーム実況開始時からマイクラ動画しか上げてないんだな。もういっそのことチャンネル名をゆっくり実況チャンネルからマイクラ実況チャンネルに変えるべきだわ。それでも私は変える気はない。とうとう屋根の部分に来たぞ。ここまで長かったわね。動画では随分短くなってるけどな。私たちの頑張りは4、5分で片付けられるほどのものだったんだよ。うぷ主許すまじ。まあ、特に目立った出来事がなかったから大幅カットというのも理解できないこともないけどね。いつから霊夢はうぷ主側についた？私は実況内では比較的常識人だから普通に結論を述べただけよ。どう？私賢い？見直した？うん。いちいちうざいという気持ちだけがどんどん募っていくよ。霊夢、お前は人をイラつかせるという特殊能力を持ってるんじゃないのか？照れるわね。褒めてねえよ。今さらそのテンプレ流行らねえよ。うわぁ。やばい、ヒットポイント結構減った。ぐっそ。殺人モブ対策として入り口閉じたんだった。なんてこった。私は所詮傍観者だからこんなこと言うのもどうかと思うけど。ざまああ、死ぬかと思った。死んだら死んだで美味しいわよ。美味しいとか言うな。2階建てとか言いつつも3階部分の床も張り、シフトを押しながらでも落ちてしまう階段ブロックの上を慎重に歩きながら屋根を作っていると、階段ブロックがあと40ブロックほど必要ということに気づき、気分が沈みつつも、なんか都合よく夜が明けて気分が晴れ、階段を作って屋根作ろうとしてると、運悪く足を滑らせ、残り少ないヒットポイントを全て使って終わりました。何淡々と話進めて終わらしてるのよ。くっそ。やはりノンストップハチマキを装備しながら建設することは不可能なのか。いやただマリサが下手なだけなんじゃない？なん？だと。さてそれでは、ノンストップハチマキを装備しながら建設した拠点をお披露目しましょう。うわぁ、醸し出されるゴミ小屋衆。何よこれ。いかにも即興で作りました感満載やん。許してくれ。これでも頑張って建設したんだ。むしろ褒めてほしいくらいだ。まあ、
旗から期待してなかったけど、これはひどい。しょうがないだろ。死んでから一切手を加えてないんだから、本当は私だってさっきよりはまだマシな感じの家を建てたかったさ。でもしょうがないだろ。だって、死んでしまったのだから。さっきよりはマシだけど、これはこれで結構微妙よ。え、マジで？でもまあ、これでも不便はしないわね。必要最低限のものは揃ってるし、窓も多いから日の光も入ってくるし、外装はともかく、内装的にはそれなりにいいんじゃないかしら。住みたいとは思わないけど。というわけで、今回はノンストップハチマキモッドというネタモッドで遊んだのだが、もう私はしないぞこんな鬼畜モッド。いやー、楽しかった。普段のマリサの気分がわかるよ。いやー、何もしないって楽だねー。突然なんてこと言い出すんだお前は。楽って。おま、私いつもお前のサポートに徹してるだろ。サポートって言ってもねー。マリサ私の発言に対して勝手に突っ込んでくるだけじゃん。それはお前がアホな発言ばっかするからだろ。はぁ、霊夢は何をしても霊夢ということが今回わかったよ。私は何色にも染まらない。何ちょっとカッコつけてるんだよ。まあいいや。というわけで、今回ノンストップハチマキモッドをリクエストしてくださったホワカラヤモリさん、ありがとうございました。どういうモッドなのか伝わったのかはわからないけど、興味のある人はぜひ入れて遊んでほしいぜ。というわけで今回はここまで。次回は一体どんなネタモッドで遊ぶかわからないけど、見てくれると嬉しいぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。今回は、おまけとしてもう一つネタモッドで遊んでみたいと思うぜ。モッド名はその名もポップアップビレジャーヘッド。直訳すると、村人の頭が吹っ飛ぶモッドです。なんていうモッドなのよ。これ村人どうなるのよ。村人を殴ると首が吹っ飛ぶのだが、殴る時にダメージを受けるだけで、死んだりはしないぞ。というわけで、村人がかわいそうだが、実際にやってみようと思うぜ。こんにちは。早速ですが殴らせてください。いきなり殴るわー。よいしょっと。いって。あれ？とまあこんな感じに村人の頭が吹っ飛びます。ヒットポイントも体と頭それぞれ独立してあります。それだけです。え、それだけって？殴れば村人の頭が吹っ飛ぶ。それだけです。これはあれね。前もってホラー系のワールドを作って、ノンストップハチマキをつけながら驚かすという感じでポップアップビレジャーヘッドを入れるって感じにするといいわね。モッドの組み合わせで、結構凄そうなワールドを作ることができそうだな。自作するとなると、少し無理があるけどね。これ、首どうなってるんだろ。あ、こうなってるのか。なんか期待外れ。マイクラにそこまで求めちゃダメでしょ。そして遊びすぎてこうなった。怖っ。何やってるのよマリサ。いやー、なんかやってみたくなってね。ちなみに子供の村人の頭は飛ばないらしい。あと動物も。これ、ネタモッドっていうより、小ネタモッドね。おまけとか少し遊ぶくらいにはちょうどいいわね。まあこんな感じで、小ネタ系のモッドをおまけとして、動画の最後にやりたいと思うぜ。というわけで、今度こそ、ご視聴ありがとうございました。あ、ご視聴ありがとうございました。